掃除してたこれ。あ、この周りとキッチン周りだけやったって言ってました。何しに来たん、春子。何パーカーなんたらって言ってましたね。何しに来たん。パーカー何？あ、パーカーもらった。うん、パーカーもらったよ。マリーちゃん、はい、昨日作ったご飯食べる。え、どれですか。え、どういうの。俺が作ったんだけど。ジョーさん食べるんですか。俺は食べない。食べたい、久しぶりに。そうです、何食べたくなさそうだね。コーヒー買ってこい。コーヒー、コーヒーモンスター買ってこい。モンスター、あ、自販機ですか。うん、食いたくなさそうだな。はい、食いたくなさそうやな。いや、何作ったのかなって思って。豚汁、ソーセージ、鮭だよ。あ、じゃあ食べますね。うん、食べます。何その髪型。決まってるかも。うん、決まってる。いや、明日は誕生日。あー、バチッと。バチッと。嘘。はい、今日決めてきました。明日漢字いねえし、どうしてんだよ。何時からやるの。何時からやるの。何時からやりますか。え、誰来る。全然わからないし。わかんない。うん、マジで増えてくれ。まず、あの、事務所の登録とか。そうですね、あれしないと。そう、ログインがわかんなくて。ログインがわかんない。はい。なんで引き継ぎやらないの、あいつ。だから、あの、電話したんですけど、一応、あの、中国で。難すぎもん、まあ。最近やることやってからやめろよ。さすがにあかんわ。なんでそんな無責任なの。そうですね。わからんの。まあ、もう上の行ってこいや。あ、そうです、最悪。うん、最悪な。はい。うん、オッケー、コーヒー買ってきて。はい。ちょ、これ買ってます。うん、7時に出な間に合わんで。わかりました。うん、
お風呂、まあ、買い物だけだからな。でもマリオにバレちゃうのがね、どうしようかな。バレたくないな。アイスコーヒー飲みたいですか。うん、一人で行く。ご飯食べた？もう軽く食べました。軽く食べた？はい。リチャルはもともと荒野のリスナーやね。9時に帰ってくるぞ、2時間で。配信間に合う。うわっ、無限の彼方へ、さあ行くぞ。さあ、モスター開けたのに。まだ何上に香水つけとんねん。あ、これっす。それつけてんの、いい匂いするな、うん、ちょっと痩せろよ。すいません。でもこれ、これ大量にある。それ俺が入れようとして作ってたんだ。飲みな、自分も、時間から誕生日会やってあげて。なるほどね。まあ10時には終わるようにした方がいいから、まあどうしよう、7時ぐらいからじゃない。外部の話いらないって言ったって、マリオが、まあ、TikTok 始めてるんだから増えてくよ、マリオの枠。いらないよ、とか。なんでか、だから早くプレゼント買いに行って帰ってくる。ね。早く行こうよ。早く。何やってんの？ねえ、うまいです。もう作ってあげるよ、食べたいなら。ここ座れ。勝手に食べないで。人のご飯作ってないのに。ここ座って。はい、で温めて。温めてます。もっと。もっと。
そういうことなんだよ。うん、うまいの。うまそう。え、ジュラフ食べないんですか。うん、いいよ。これだ。はい。うん。誕生日から買いに行かなきゃいけないからどんだけ待たせんの。はい、してね。はい、行かないで。うん、じゃあお風呂入ってるみたいです。お風呂入ってる。うん、なんで？ザブーンって。何曲なんだろうね。これワンピースだっけ。うん、うん、入場曲よね。あ、あんちゃんありがとう。うん、
アイスピチャラもうまくできてるよな、ほんとに。パチパチありがとう。分からん。早く食べないと。漬物食べないでしょ。わかんない。キュウリでしょ。わかんない。うん。いや、朝で41。もうオクラか。うん。うん、うん、オクラだね。いやー、これはジロハンさんでしょ。うん、そうだと思うよ。あ、少ないけどおめでとう。あんちゃんありがとう。あ、ありがとう。うん、そう、豚汁まで。なんでこの家こんなあったかいの。外めっちゃ寒いからね。うん、そう、予算と同じですね。あれ、ジョナサン今30いくつ、7、6 7。まあ男の料理って言うんだよね。うん、うん、
豚汁好きだよ。はい、名古屋で買った靴下とかどこ行った？大きな紙袋の中入ってたよ。誕生日セット。うん。大のよ誕生日セット。ジロワさんの時にやる。あ、いいね。